冨安健洋さんが試合中に、2度 X トレンド入りしてしまう。アーセナルの冨安健洋が、ウォルバーハンプトン戦でここ数試合と同じく、好プレーを披露。一方、後半にはアクシデントで途中交代している。11月29日の RC ランス戦チャンピオンズリーグでも、2アシストを記録していた冨安は、これで公式戦2試合連続のアシスト、ディフェンダーとしてはかなり異例のスタッツだけに、日本の X では冨安アシストがトレンド入りし、アシストマシニャン、またアシスト、2試合連続アシストはエグいな、またアシストしちゃったよ、などファンも興奮気味だった。その後も攻守で安定したプレーを見せていた冨安だが、77分にアクシデント発生、ピッチに座り込み、左ふくらはぎを気遣った、メディカルスタッフに見てもらったが、結局はベン・ホワイトとそのまま交代となった。この心配なシーンを受けて日本の X で今度は、冨安怪我がトレンド入り、釣っただけだといいけど、心配すぎる、怪我だけは勘弁してくれ、交代後に歩いてはいたし、重傷じゃないことを祈る、おいおいなどの書き込みが目立った。試合後の会見でミケル・アルテタ監督は冨安の交代について、詳細はまだわからない。彼は何かを感じた、それが疲労だったのかはわからない、我々はいかなるリスクを負いたくなかったから、すぐに交代を決めた。今後の様子を見てみよう、とコメントしている。もうすでに、アーセナルの中心選手と言っても過言ではない。早く無事を知らせてほしい、それだけだわ。あの座り方は嫌なイメージしかない、無事だといいが。違和感だけか、軽傷であることを願うばかり。見た感じは釣っただけのように見えるけど、こればっかりはわからないよな、むしろ、そうであることを祈りたい。足を釣っただけであってほしい。次はルートン戦だし冨安いなくても、大丈夫だと思う、軽傷であることを願う。アルテタはこれ以上ない使い方で、冨安をしっかりケアしてくれている。あとは全ては冨安次第。第一報によると軽傷で済んだみたいです。まだこれから詳細な検査をするんでしょうけど、ひとまず良かった。心配されすぎて座り込むと、冨安怪我がトレンド入りする男。